え、トワさんもし作るとしたら何作る？え、四角い家。いや、家じゃなくてさ、屋台作ってくれよ。屋台作れよ。なんで家作ってんの？屋台。屋台。あれ、トワさんは去年何か出した？出してたよね、でも。去年はね、あれ忘れた？去年。去年はあのお店だけなんかその作り方書いてあったからパクって作って、その中身は 何にもない店作った。え、いいじゃん、十分じゃん。今年もそれでもいいペコじゃん。あ、そうなの。で、雰囲気さえあればいいペコなの。じゃあそうするか。飾りのただの屋台、これちょっと上から見て。あ、スクリーン作ったって言ってるじゃん。え、あれ作ったの？トワさんすげーじゃん。トワや、それ忘れとったわ。センスあるよ、センス。そうだそうだそうだ、それ作ったわ。記憶がもう忘れとれ。まあ去年のことはな、忘れやすいわ。やった、馬めっちゃさ、馬めっちゃも連れてこようかな。あ、いいじゃん、馬でさ、それで移動する人も増えるんじゃない？馬で移動してくださいの。あ、馬屋さんしないよ、取ってくれ。馬屋さんとは、うん、動物屋さん。あ、はい、馬自分で捕まえたことね、これマジ。こん、ロープあればいけんだよね。あ、なんか無理やり乗りこなすんだっけ。人参、なんかそんな感じだった気がする。なんかあればよかったんじゃなかったっけ。食べ物あれば懐いたはずだけどね。あ、あ、競馬いいね。と、あれしようかな。競馬乗るやつ誰だよ、乗るやつが必要じゃねえか。コース作って、うん、レディゴーで、うん、回って誰が一番速いかしようかな。あ、いいね。あ、いいね。馬の個体差とかあったりするんかな。でも面白そう。え、なんか馬の個体差ってあるよね。え、あんの？え、なんかあるって言ってたような。HP とかのやつなんかな。どうなんだろう。速さもあるんだろうな、多分でも。であるから、それして、それあのあれしよう。それあるんだ、個体差。へえ。誰にかけるかっていうのはちょっとダイヤ持ってきてそれかけてほしいわ。あー、なるほどね。今ホロメン結構ギャンブルすごいペコだから、多分みんなやりそう。確かにギャンブルしそう。